い、どうもです。今日は時代にちょっと乗り遅れちゃったんですけども、メイン性能ガン積みリールガンでいきたいと思います。実況動画っていうのをなんか久々な気がする。最近生放送とかではやってたんだけど、なんかこんな感じでね、この武器強いみたいな感じでやるの久々だ。で、まずメイン性能なんですけども、ようやく揃いました。これずっとサーモンラインやったのにさ、チケット来なくて、ギアのかけらこそ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 集めてたらようやく、3.9 になりました。よかったです。リールガンって武器は3発出るんですけども、このメイン性能を積んだことによって攻撃力が上がります。攻撃力が上がったので、相手がもしインクを踏んでいた場合、3発ではなくて2発で敵を刺すことができます。まあ、多分もうみんな知ってると思うし、俺時代遅れてるからちょっと流行りに遅れてねやってるような感じだけど、見てってください。リールガン強いんで。はい。ちなみに僕前作のスプラ1からリールガンっていう武器は使っていたので、しかも攻撃ガン積みで使ってたので、めちゃくちゃ慣れてるんですよ。だから今日はこのリールガンで、普通では最近クワトホッパーとかなんかマニーバとか使ってるけど、久々にリールガン使っていきたいと思います。行きましょう。はい、マッチングしました。アロワナモールです。よし、行くぜ。リールガン、うわ、投げ、射程投げ、抜かれそう。リッターとかちょっと様子見で塗ってアーマー貯めてから行こうかな。もう綺麗に塗れないけど、塗りは強いからさ、この向きアーマーもすぐ溜まるんですよ。来ないね。相手ローラーだからな、一人前線が。右から、今右から見えたぞ。いた！なんか止まってる！え、止まってる！変なイカや。なんだあいつ。来たの、いっ。オッケー、2発で倒していく。これがメイン性能の強み、今でやってたな。もう早速メイン性能の強み出た。あと1発。ナイスー。俺ナイスー。オッケー、チャー落としたのでかいぞ。ローラー、オッツ。ローラー、なんか、カーリング乗ってきてたわ。あ、モタリ行った来た。ふぅ、気持ちいい。ここの左通路強いんですよ。あ、これ来たな。やばくない？メイン性能。今のも、相手インク踏んでたんで、まあ、一発で倒したのが今、二発かな。あぶねえ。よいしょ。これやれそう。やれる気がする、俺なら。左に今見えた。降りてきた。これも2発で倒していく。おっしゃー気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。強くない？左通路強くない？あれも倒せそうじゃん。なんか調子、調子いい、調子いいよ。なんか倒せそう。今なら全員倒せそう。うわ、なんか右寄ったな。逃げられちったな。あれ、ちょっと無理やり倒しに行くってさ、やられちゃうんだよな。射程長いから、あっちの方が。危ない！助けて！やめて！やめて、やめて、やめて！ちょっとやめて！なんか、アオリイカみたいになっちゃった、俺。やだ、やだ、やだ。これね、撃っちゃうとやられる。危ねえ！てか、本格的にあいつら右からしか来なくなった。左行こうね！最後、何もせずに終わりました。こんにちは。あのですね、音声フォルダーを間違えて消してしまって、動画撮ってる時に喋ってた内容全部消えちゃいました。これ後付けなんですよ。はい、許してください。で、これ初手をね、割りに行ったら味方抜かれて、おおってなってたんですよ。だから最近リッター多いですよねとか言ってたら、なんか右側でですね、味方がなんか無双してたみたいで、残りリッター一人になりました。で、なんかリッター壁に張り付いてセミみたいなことしてたんで、僕が倒して、で、なんか、ツートリガー目で倒して、で、ここね、なんか一人で4枚持ってった神技で倒して、神技っていうかなんかまあ、運なんだけど、まぐれなんだけど、まあ、メイン性能つけてるからね、あのくらい倒せるんですよ。で、あー、結構進んだなーとか思ってたら、後ろの味方がゴール。もう早すぎる。カットだわ、こんなん。っていう感じで、なんか、速攻勝ったんですけど、早く勝ちすぎたせいで、録画しようとしたんですよ。したら、容量いっぱいで、録画できなかったです。
残念。まあでも速攻勝ちました。はい、マッチングしました。次はね、アンチョビットゲームズの、ガチホコですね。バッテラストリートはもう一つのステージのアンチョビットゲームズ。で、これ相手にクーゲルいたんで、射程長いし強いじゃん、クーゲル。だから本当に、僕最近クーゲルが嫌いで、早くクーゲルなくなれとか思ってるんですけど、相手にいっちゃいましたね、クーゲル。これ初動割れて、中央取りたかったんで、味方と頑張って割りに行ったんですけど、結局中央取れないっていう。で、奥のクーゲルが厳しいから、どうしようかなって思ってました。あれ、もう覚えてないや。忘れたわ。でね、うちお風呂いるから、なんか、雨とか使ってくれたらいいなって思いつつ、雨あいつ持って今死んだんですよ。抱え落ちしたんですよ、この時。やべえとか思って、アーマー吐いたらなんかいて、味方倒してくれて、まあ、ここら辺何もしてないんですよね。で、撃てても当たんないし、ようやく当てましたね。うん、復活。これ倒しに行って助けてあげたかったんだけど、クソエイム発動してやられてしまうと。もう俺、スプラトゥーンやめようかなとか思ってた。この時もなんか、センスなーとか思いつつ、やってました。結構、萎えてました。まあでもね、スプラトゥーン楽しんでね。まあ、いくらね、ボコボコにされてもね、やっぱ結局悔しくてやっちゃうんですよね。まあ、味方のアシストもあってか、イカスフィア早くやれたな。これ、ね、上がってくるのを見て、やれましたね。で、これ、ジャンプも倒して、これ、矛ね、先導してあげたいんですけどね。これ、相手さ、相手9番ボムが、俺のと重なってたせいで、なんか見えなくて突っ込んできた。いいでしょ、これカバー。で、これはワンチャン狙って倒しに行く。強い。矛ね、進めたかったんですけどね、降ろされちゃって、これ登れなくて、ちょっとね、プロペラに打つの下手かもしれない。これ割ってね、倒せたから良かったんですけど、持ってけばよかったかな。これすぐ持ってけばよかった。ちょっとね、迷っちゃったんですよね。で、やられちゃったっていう。もったいないなぁ。まあ、クーギルがいい防衛ラインにいるんだよな。これまた相手クーギルが一人生き残ってるので、全然進まない。やっぱクーゲル強いよね。もう、ティア1、ティア1。環境トップ。クーゲルだけはね、どの試合でも見ますね。あー、ボム危ない。で、これね、吸盤貼り付けとくと、壁のとこにね、吸盤貼り付けとくとね、いろんな人ね、踏んでやられてくれるんですよね。ナイス味方。今ちょっと見えたので、倒す。これは正面から行こうとしたら、右でプロペラの方からね、行こうとしてたんで。あー危ない。ちょっと手助けしてあげたかったんだけど、あれ一人消えましたね、今。今いた子消えて、探してるんだけど、なんか神隠しにあったみたいで消えましたね。これは、ちょっと逃げ道に、間に合いたんで、ここもったいないな。もったいないっていうか、どうすればよかったんだろうな。まあね、いるのね、気づいてたんですけどね。ダメージ負ってたからやられちゃった。相手の矛全然前出てきませんね。これラッキーですね。お、登っていく。で、味方のお風呂がいい位置から攻撃してくる。いいね。これ挟めたのが、でかい。で、やっぱりそこのね、吸盤が強いので、まあ、牽制を含む、まあ、キル狙いでね、置いていきましょう。これ、プロアンペラ攻撃してる、ワロタ。帰ってったな。いや、もったいないね、今。やれそうだったよね。ああ、危ない。これ、一発出た。これもね、メイン性能の強みで。あ、いいね、置き打ちで、今やれました。で、これ割って持ってきたいけど、やっぱクーゲルがここで強いんだよな。味方がクーゲルに行くんだけど、クーゲルがまた無双。クーゲル強くない？プレイヤーも強いかもしれないけどさ、あれ、武器強いよ、武器が。超射程モードと、
反射艇モードって何やあれ。どっちかにせえ。まああとね、守るだけなんで、まあ、ボムとか投げてれば、良き。味方が裏取りで倒してくれました。完璧。敵も降りてるからね、矛取れないんですよ。これナイスです。まあメイン性能の強みがね、結構感じられた試合だったんじゃないかなと思います。まあこんな感じで、リルガンにメイン性能を積むことによって、安定して倒せる敵が増えたのは、本当に強みだと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。